志保田高校志ラジオ。志保田高校志ラジオの時間です。今日はですね、キルギス研修に行ってきたという農業クラブの西形さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。お願いします、はい。キルギスっていうのがそもそもちょっとどういう国というか、どんな場所なのか私あまり詳しくないので、どんなところなのかっていうのをざっくりご説明いただいてもいいですか。あ、はい、キルギスは緯度がだいたい北海道と、そのまま直線まっすぐ行った時に北海道の士幌と同じ緯度ぐらいにあるっていう感じの国なんですけど、うん、やっぱりその緯度が同じなんで気候も、まあ、温度とかも似たり寄ったりの国になりますね。あ、行ってみて日本からキルギスって何時間ぐらいかかるんですか。そうですね、まあ、約1日、まあ、以上はまあ、飛行機に乗って、最初、まあ、帯広空港から出て羽田に行って、で羽田から韓国の空港に行ったんですよ。で韓国からロシア、まあ、カザフスタン空港に行って、カザフスタンからキルギスにやっと着くっていう感じになりますね。乗り継ぎが大変なんですね。大変なんですよ。実際にこうキルギス行ってみて、あまりこう日本人にとってメジャーな国という印象は薄いんですけれども、はい、この研修に行こうと思ったきっかけってありますか。はい、主にこの研修に行こうと思ったのは、自分の将来の経験に、まあ、つなげたいかなっていう気持ちと、あとはもうそうですね、私の母親であるお人が、はい、もう強く勧めてきて、あんた行きなさい、もう行ってきたので、それがまあ強く決め手になりましたね。ああ、なるほど。まあでもね、お家の方が応援してくれてるんだったら行きやすいですね。そうですね、もう応援してくれて嬉しかったです。研修ではどういうことを主に学んできたんですか。そうですね、主にキルギスの街並みや文化、歴史に触れたり、あとはキルギスの農業カレッジの生徒たちと、まあ、交流したりなど、まあ、いろいろなことに触れてきましたね。キルギスはもちろん日本語では通じないと思うので、英語とかですか。そうですね、キルギス農業カレッジでは、まあ、いろんな専門分野が学べるところがあるんですけど、まあ、英語は英語で学べるしとか、でも割合英語で話す人よりもキルギス語、ロシア語っていうこの2パターンで喋る人がやっぱり多かったですね。西形さん、そんな中でどうこうコミュニケーションを取ってきたんですか。そうですね、私はやっぱり実際にキルギス語とかロシア語は喋れないんですよ。でもやっぱりまた英語も喋れないし、なのでキルギスにいる通訳の天竺さんというお方に協力を得て、通訳を通して会話することをしていました。じゃあちょっと時差は出るけど、こうコミュニケーションは円滑にできたっていう。そうですね、研修中にこういうのって難しいなって思ったこととか、あとは士幌町と比べてこういう風なんだなっていう新たなこう気づいたこととかってありますか。はい、主にまあ難しいなと思ったのはやっぱり会話ですね。通訳を通してやっぱり時差があるので、その時差の中で進行というか、まあ、進み具合がやっぱり遅くなってしまうんですよ。でもキルギスの、まあ、農業カレッジの生徒たちは、まあ、自分自身からこうやって積極的に喋りかけてくるとか、そういうのがやっぱり日本人だとやっぱり控えめな部分が多いじゃないですか。でもやっぱキルギスの人たちはもう積極的に来るので、そこがもうすごいなっていう思いましたね。じゃあもう何でしょうかね、文化としてはもう積極的に話しかけるってことがこう相手をちゃんと尊重してるっていう文化なんですね。はい、そうです。日本の士幌町と緯度がほとんど一緒というふうに伺ったんですが、育ててる農作物っていうのも似てくるんでしょうか。はい、士幌町では農作物はジャガイモとか小麦とか育てるんですけど、キルギスもやっぱり同じ似たような気候なので、ジャガイモとか小麦が多く売られるスーパーとか、そういうのでよく見られました。物価はどうですか。物価は日本とはそんなに、まあ、変わりないのですが、やっぱりレストランに行くと料理とかそういうのは安いですし、しかも少し量が多いんですよ。日本の25倍くらいな。25倍、まあ、多めに行ってしまうとそれぐらいも出てくる。サービスでもパンとかが普通に無料で出てくる時があるんですよ、毎回のように。なのでやっぱりこっちはもう胃が持たないというか。あ、そんなに出るんですね。本当に出てくるんです。ちょっと大盛りとかそういうレベルじゃないんですね。もう控えめに言っても、あっちではやっぱり日本では腹八分目っていうのがあるじゃないですか、はい、だけどキルギスではそういうの全くないんですよね。あ、
もう入るだけ入れろっていう。そうですね、もう腹8分目じゃなくてもう腹も20分目とか倍なんですよ。はあ、それで値段は安い。安いです。特に美味しかったって感じた料理は何ですか？そうですね、ちょっと名前はちょっと覚えてないんですけど、キルギスではあのなんか小麦とか、まあ、いろんなものが取れて、主食もうどん、まあ、うどんに似たなんか麺系のやつがあったんですけど、うん、それがすごいあの美味しかったんですよね。そして量は多い。いや本当に多かったです。そうですか。無理に食べようとしたら多分胃が持たないですね。はい、あ、そうなんですね。はい、はい、じゃあちょっともしキルギスに行くあの予定のある方いらっしゃいましたら、胃袋には十分なあの余白を開けていっていただきたいと思います。そうですね。じゃあ西方さん、今回ねあのお母様もすごく応援してくださって行ってきたわけなんですけども、今回の経験を今後こう生かしていきたいなと思うようなことはできましたか？そうですね、今回の経験で生かしていきたいなと思ったところは、やっぱりキルギスの生徒と協力して商品開発を行ったんですけど、その案を今後の先行班活動に生かしていきたいなと、そういうふうに思いましたね。西方さんはちなみにどちらの先行班で？私は地域資源先行班なんですけど、あの地域支援先行班と、まあ、入荷法先行班はあの主にキルギス の、まあ、学生と一緒に協力する機会がとても多かったので、うん、それに関しての授業を私も、まあ、今後の、まあ、協力とかに発展していきたいなとよく思いますね。ありがとうございます。もうなんか回答が素晴らしすぎて私ほとんど口を挟む暇がありませんでしたけれども、西方さん今何年生でしたっけ？1年生ですね。将来がとても楽しみです。ということで、はい、キルギスの研修について西方さんにお話伺いました。それでは次回もよろしくお願いいたします。お願いします。